2月4日、栃木県の管理釣り場、キングフィッシャーに、行きました。ここでは、ストームエリアと、ポンドエリアがあります。ポンドエリアには、キャットフィッシュ、ブラックバス、ビッグトラウトがいるようです。ハードルアーで釣りたくて、クランク投げまくってましたー。ノーシンカーリグ、ダウンショットリグで、そこそこ釣れてたようです。平日なのに、結構、人がいました。この時期は寒いので、風が冷たかったです。あ、ダウンショットにしたな。釣る気なんですね。わかります。ストームエリアに来ました。1号池から5号池まであるみたいです。ここには、ニジマス、イワナ、ビッグトラウトなどいるようです。伊藤もいるみたいですよ。すべての池の放流された魚は季節によって異なるらしいです。ヘの字ファイターで釣れましたよ。カラーは杏仁豆腐です。エリア内は、すべて、バーブレスフックです。返しのない、針ですね、わかります。この日は、1日券で遊びました。たくさん釣れて楽しかったです。ナイターもあるみたいですよ。学生割引もあるみたいです。5人で行くと、チーム割引なども、あるようです。ホームページもあるようなので、気になった人はチェックしてみてください。この日、ホームページの日記を見たら、写真で紹介されてました。毎日の釣果を日記で紹介してるみたいです。釣りに行く前の日に、ホームページでチェックすれば、何か釣れるヒント、ゲットできそうです。この写真が、紹介された、自分たちの、写真です。なんだか、恥ずかしい。すごく、楽しかったです。日頃の、ストレスを発散できたし、また、来たいと思います。初心者から上級者まで、楽しめる、管理釣り場だと、思います。